はい、さあそして、今日はですね、すでに午前中にですねこの後選手と一緒にフリースロー対決をするということで、予選の方を行わさせていただきまして、すで、にこの後一緒に選手とフリースローする子たちもね、スタンバイ OK という感じになっております。会場の方にねもういるのかな、この後フリースロー対決出るよという人、おいる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 、はい、いっぱいいますいっぱいいます。子供たちだけではなかったのですね、はい、いますいますね。この後選手と一緒に対決をね、していただきます。見事優勝しましたら全選手サイン入りのボールがもらえますから、ぜひ皆さん頑張ってくださいね。さあそれではやはりアリーナ、あの会場ですね、選手の皆さん、そして最高のプレー、で彩るのはもちろんなんですけども、なんといってもこの方々のですねダンスがあってこその会場だと思います。さあそれでは、ここでご紹介しましょう。お待たせしました、秋田ノーザン白熱チアダンスチームの皆さんです。大きな拍手をお願いします。これがまた大変なんです。練習はね本当きついんですよ、ね、でもそういった練習があるからこそ、ね、選手と一緒に、そしてブースターの皆さんと一緒にあの会場で笑顔で楽しく、ね、試合を楽しめるというわけですからね。さあそういうわけで、今日はまあ恒例のダンスといいますか、ここでですね、一つお決まりのダンスをですね皆さんと一緒に楽しんでみようかなと思いますん で, じゃあここはあかりさんにですね、お願いしたいと思います。マイクの方皆さん、明けましておめでとうございます。秋田ノーザンハピネッツチアダンスチームです。これからタオルダンスの説明を始めたいと思います。タオル皆さん持ってますか？持ってない方はハンカチでもいいし、マフラーでもいいし、お持ちでしたらよろしくお願いします。ではタオルのタオルダンスの説明に入りたいと思います。まずはじめにタオルを持って持ちやすい大きさに持ちます。右手に持ちます。それを上に8回パンチします。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、次に左
左手で8回パンチします。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。もう一度右手で8回パンチします。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。もう一度左手で8回パンチします。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。次にタオルを広げて1、2で前に出します。3、4で戻します。これを2回繰り返します。せーの、1、2、3、4。1、2、3、4。次に横に振ります。右上から4回振ります。せーの、1、2、3、4。次に下です。4回振ります。せーの、1、2、3、4。もう一度上で4回振ります。右から、せーの、1、2、3、4。最後にタオルを折りまして始めに戻ります。はい、大丈夫ですか皆さん。あかりさん、なんかね、もうビッキーが耐えられなくて、はい、今すぐ出てきて一緒に踊りたいらしいと。ということで呼びましょうか。はい、ビッキー、ビッキーおでー。来た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 。はい、よっしゃー、ビッキーでーす。じゃあビッキーも一緒に踊りましょうよね。はい。それでは音楽に合わせてやってみたいと思います。それでは、ミュージックスタート。これより選手を紹介してまいりたいと思います。ザ・ハピネス・ニューイヤー、現在13勝7敗、イースタン地区4位となっておりますが、目指すはただ一つ有明のみということで、それでは選手の登場です。
しました。あとは今ね、ちょっとね順番をですね、今そこでねスタンバイをしている状況でありますので、もうちょっとだけ待ってください。はいはい、もう一回いきますか。じゃあこっちね、売ってますよ皆さん。はい、グッズたくさんございますね、いろいろタオルと、あとはこれは何ですか。あ、5000の福袋、学校選手のサイン入り色紙が入ってます。140センチとか、まあ、お子様サイズのパーカーなどもあります。はい、これいいじゃないですか、ね、ぜひ福袋となっておりますが、1つこれ5000円で販売しております。選手のサインも入っているということです。タオルもあります。はい、あ、これこういうのもまたあるとね、これ日本ですね。はい、その他にもボールもありますしね。はい、ピキのぬいぐるみもありますので、はい、サインもございます。はい、さあそして、こちら、あ、先ほども言いましたけども、会員の受付ブースでございます。会員の受付ブースがこちらの方にございますので、はい、ぜひこちらの方でですね、入会の手続きを、はい、大人が3,000円でしたっけね。はい、子供が1,000円、はい、ということになっております。後で話聞きますからね。はい、大人1人、子供2人もお願いしますね。はい、さあいよいよ選手の準備も着々と進んでいるかなというところ。さあこの場をつなぐのが、私シャバダバの力の見せ所でございますね。え、さあ皆さん、初売り行きました、買いました、皆さんねえ、初詣行った人、はい、あ、もうそんな行ってない人、行きました、行かれました、初詣行ったというね、大丈夫ですよ、別にマイク向けたりしませんからね。はい、初詣まだ行ってないという、あ、OK さんが出ました、ありがとうございます、ありがとうございます。さあではでは、お待たせいたしました、元井選手の発表をしていきます。それでは参りましょう、選手入場です。おめでとうございます。
リオン・ハリスです。2013年も頑張っていきたいと思います。目標はしっかりと優勝できるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。水橋選手、明けましておめでとうございます。背番号2番の水橋です。今年もよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。優勝目指して頑張りますので、よろしくお願いします。ハリス選手、明けましておめでとうございます。今年は一本でも多く皆さんにおいしさを言ってもらえるように頑張ります。よろしくお願いします。ハリス選手、明けましておめでとうございます。頑張ります。勝利に貢献できるような選手でありたいと思うので、その努力をして、今年も頑張っていきたいと思うので、また応援のほどよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。背番号11番、山口優希です。いつも熱い応援をありがとうございます。今年もよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。菊池優希です。今年もよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。14番の加藤です。今年も温かい声援よろしくお願いします。I look forward to seeing you at some future happiness games. Thank you. マーシャル・ブラウンです。これからの試合で皆さんにお会いできることを楽しみにしています。よろしくお願いします。こんにちは、Dan Fischel, number 20. I want to thank all of you for your support, and we hope to bring a championship to Okinawa. Thank you. ダン・フィッツジェラルド、20番です。秋田にチャンピオンシップを持ってこれるように頑張りますので、これからも応援のほどよろしくお願いします。Konnichiwa, Happy Net fans. Anthony Kim, number 2030, Columbus, Ohio. Our New Year's resolution is to win championship. Let's go, Happy Net. アンソニー・ケント、23番です。オハイオ州コロンブスから来ました。優勝できるように頑張ります。ハピナスのファンの皆さん、いつもありがとうございます。明けましておめでとうございます。54番の浅野です。今年も応援よろしくお願いします。頑張ります。ぜひどこしからも一言メッセージお願いします。どうぞ、こしからメッセージ。伊藤大地です。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。さあ、メッセージ、メッセージいただきましたが、すいません、控室、あくまでも控室情報なので正しいかどうか分かりませんが、今日1月5日は、サム、ハッピーバースデー。ね、記念すべきでございました。さあ、それでは引き続き皆様お待ちかねのフリースローチャレンジを行いたいと思います。さあ、スタッフがこの後準備に取り掛かりますが、予選を勝ち進んだ皆さんはステージの前まで足を運んできてください。はい、予選勝ったよという人たち、お子様もそして大人の方もいらっしゃるということですので、前の方まで足を運んできてください。はい、お願いしますよ。自慢の今日はバッシュ入ってきました。ねえ、裾取りかな、何靴かな。じゃあ選手の皆さんは一旦ここで、座らさせていきます。はい、はい、名前は？今日です。オッケー。
ちょっとバスケ。はい。バスケ好き。はい。はい。じゃあ、名前は？今日はバスケやってる。そこそこやってる。やってた。楽しいね。名前は？はい。バスケやってる？はい。バスケ。ね。ね。はい。名前は？今何歳？2歳。ね。バスケ好きだね。よし、頑張って。はい。名前は？お、パパ来てるね。ちゃんとサイン振ってね。じゃあ見に行ったことある？はい。おー、さすが。はい。じゃあ名前は？以上はバスケでやってるんですか？もう一緒やってますね。はい、さあ名前は？今はミスさんですか？おお、バスケはやってる、ね、頑張ってる。はい、さあ名前は？おい、今バスケやってる。楽しいね。はい、頑張ってね。はい、さあ名前は？石川です。はい、石川さん何年生ですか？ねえ、今日もまたお会いいただいてありがとうございます。はい、さあ、お名前は？岡本さとこです。はい、さとこさんはやっぱり試合は何と見に行かれる？好きで、ね、はい。さあ、お名前は？このまま試合見に行きますか？何回ぐらい行きました？じゃあ、今年持っていきましょうね。はい、さあ、お名前は？はい、バスケットで？バスケ好き？行ったことがある？これからもいっぱい見に行ってね。はい、さあ以上14名の精鋭たち、これからフリースロー対決を行うわけですが、これからですね、一緒に、選手とペアになってもらいます。皆さんは選手とペアになってもらいますが、選手の皆さんがこの中から選んでもらいますね。パートナーを皆さんに、選手の皆さんに選んでいただきます。はい、誰に選ばれるかな、みんなね、誰に選ばれるかドキドキ待っててくださいよ。はい、で、一緒にパートナーこの人でやるというパートナーをですね、じゃあ順番に選手を決めていきたいと思います。じゃあ行きましょうか。ユンから。パートナー。はい、パートナーもう指刺されてますよ。ハハハハ。
伊豆チーム、伊豆チーム、はい、はい、さあ頑張れ、それでいい、よし、わー、惜しい。さあじゃあ選手に託しましょう、ハリース、はい、おお、前から行った、前から行った、前から行ったわ、ライマンあります、選手に、まさか決勝進出ということで、お父さんじゃあお席の方で、はい、あとはお待ちいただければ、はい、ありがとうございます。さあ続きましては田口 VS 長谷川、はい、行きましょう。さあまずは田口チーム、はい、はい、はい、よいしょ、おー、はい、じゃあ長谷川チーム、長谷川チーム、はい、決めるしかないですね、はい、イエーイ、さあ、プレッシャー、超プレッシャー、さあ、出るな、おーい、パフェ、じゃあ、それを、さあ、どうです、入れたもん勝ちよ、入れたもん勝ちよ、それ、イエーイ、しっかり出してる、あー
空気を読んだか。さあじゃあもう一発、もう一発飛んでいこう。さあ、ダンスです。